皆さんこんにちは、島村が君の町屋店アコースティックギターインストラクターの川原英介です。今回の動画はクラシックギターの弾き比べ。はい、今クラシックギターフェスタというのを開催しておりまして、そこで珍しいギター、いいギターなどなどたくさん、お店に来てるんですけれども、その中から、いくつか、ご紹介したいと思います。今回は、井内浩二さんという方が作られたギターです。のリミテッド S、 マスプルースの S ですね。でこの井内浩二さんなんですけども、徳島の、制作家さんで、2003年の、アマチュアギター制作コンテストでの金賞、それから2010年の現代ギター社のギター制作コンクールで1位を、取られたという、いわゆる知る人ぞ知る、制作家さん、ということで、どんなギターなのでしょうか。こちらが井内さんのリミテッドというですね。天神はこういう感じの形、はい、で装飾はこういう感じ、はいはい、でスペックですが、表板は、まず単板で剪定したものとなってます。それから裏板も、剪定のはからんだです。いいですね、目がすごく綺麗なスッとした感じになりますね。はい、井内浩二さんのリミテッド S ですが、いかがでしたでしょうか。はからんだなのでね、やっぱり、はからんだっていい音しますね。これからどんどん、いろんな方の、ギターを弾き比べていきますが、皆様にはどういうふうに感じられてましたでしょうか。はい、僕の感想では井内さんなんですけれども、いわゆる有名な制作家さんではないのかもしれないんですけども、ギター自体はもうすごくいい印象でしたね。まず音が、いいなと思いましたし、デザインもなんかすっきりしてて結構好みのタイプでしたが、いかがでしょうか。クラシックギターフェスタですね、また多分1月、とかですかね、毎年冬と夏にやってるんですが、来年の1月あたりに、町田店で開催されると思いますので、ぜひぜひ、ご覧いただければと思いますし、今回、弾き比べたギターが、次回あるか分かんないんですけども、こういったラインナップが、数多く、来ますので、ぜひぜひ弾き比べに来ていただければなと思いますし、いいギターをお探しの方は、このイベントは、ぜひチェックしていただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。